ジャン君おはようございます。はいはいはい、ポンちゃんもおはようございます。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、おはよう。はい、ポンちゃん、はい、おはよう。ジャン君、ボロボロしてくれてありがとう。よいしょ、はいはいはい。さあ、いきますよ。それ。はい。はい。はい。なるな。ひねちゃんくん、ひね。はい。はい。あれか。背の出てかわいいね。かわいい、かわいい。ちゃんくん気持ちいい？うん、はい、おひげがかわいい。おひげが前向いてかわいい。終了。じゃーん、ほら横向いちゃうね、パンちゃん。パンちゃん、はい、かわいい。パンちゃんもブラッシングしてもらえば。新しいやつでやりましょうか。パン、パン優しくしてねって。うん、いいね、パンちゃん。気持ちいい？うん、うん、いいかね、パンちゃん。パンちゃん毛がいっぱい抜けるんだよ。パンちゃんもツヤツヤにならんね。おお、よし、ちょめとぎ、ちょめとぎ。このカーブいい感じ。お、いっぱい取れた。尻尾ゆらゆら。
ジャン君、ピクミンとの撮影会になってるの、ジャン君気がついてる？どれどれ見してみ、どんなのが撮れたか。ちょっと待ってね、一旦やめてこれにして、これね、ポンちゃんのやつね、可愛いでしょ。ほら、こんなことされてるよ、ポンちゃん。なんか生き物が張り付いてるよ。ジャン君は、ジャン君にね、登ってきてるの。ピクミンが登ってきました。はい、どうですか？楽しくピクミンやって、散歩にも出たりするんですが、今散歩を停止しています。というのも1ギガ行っちゃったんですよね。クロケンさんのスマホはもう1ギガ行ってしまったので、プラン変更しないととんでもない額になってしまうと怖いので、プラン変更に行こうと思っています。なんか au では、4GMAX なんとかプランっていうのだと、もしも3ギガを切っていれば値引きしますよっていうのがありました。これだと思ったのでプラン行ってみよう。それだとさ、3ギガ以下で使ってると今よりも安くなるのかな。今よりは高いかな。まあ、ね、とにかくすごく高くならないように、お姉さんにお願いして、お兄さんかもしれないけど、なんかいい感じにしてもらいたいなと思っています。いつ行けるかちょっと、もう数日中には行きます。ジャン君、帰ってきた、帰ってきたよ。ただいま、ジャン君。ポンちゃん、はい、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ママ帰ってきましたよ、ポンちゃん、ポンちゃん。明日は暖かいんでってさ、今日寒かったね。よかったね、明日暖かいんだ。明後日はすごい暖かいんだってよ。そうなんだ、よかったね、パンちゃん。うん、よかったね。